皆さんこんにちは。こんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はパロディ作家のなんとあのマッド天野さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、天野さんのご高名はいろんな作品を通じて僕もだいぶ前からですね、知ってはいたんですが、天野さんと直接お会いしたのは、多分、9.11 事件のなんか、シンポジウムかなんか、そうでしたね。菊池由美さんなんかがね、主催されるという、はい、そこでお会いしたのがですね、最初だったと思います。それ以後、時々お会いする機会があったんですが、今年 ISF がですね、4月1日からですね、発足するのにあたって、パロディ作品をね、私どもに提供していただいているということで、すでに何本もですね、ISF のホームページにはですね、アップさせていただいています。で、また紙の爆弾っていうですね、冊子、これ実はISF と今連携して、この中の記事のいくつかをですね、毎月転載させていただいているんですが、これにマッド天野さんも毎月ですね、書かれていまして、その記事とそのパロディ作成。一番最後のページちょっと見せて。ああ、最後のページですか。ああ。こういう感じで。ああ、そうですね。これはカラーのページと。ですよね。それから中にコラムやって。ですよね。ずっともう10年以上ですね。ですね、これも。ずっと続いてます。はい。で、僕の方からマッド天野さんの歩みを少しですね、最初にご紹介させていただきたいと思います。はい、マッド天野、1938年。9年。あ、9年なんだ、これ。間違いない。間違いないです。失礼しました。39年、7月28日生まれ。東京都のご出身で、グラフィックデザイナー、パロディストと。そして本名は天野正幸さんなんですね。僕正幸さんというのは初めて聞いたような気がします。そうですね。また天野さんで覚えてましたのでね。はい。で、東京都立竹早高等学校ですか、ね、そこまで言いますか。はい。で、はい。で、東京芸術大学美術学部卒で、フォトモンタージュによるパロディ作品で知られると、もう知る人ぞ知る伝説のパロディ作家でございます。で、まあ、略歴少し書かれてるやつで一部ご紹介させてもらいますと、1978年に第24回目の文芸春秋漫画賞を受賞されております。そしてこれは皆さんご存知な方も多いと思うんですが、1981年以降、写真週刊誌あのフォーカスのページ、峡谷の時代を連載ずっとされて、なんと2001年10月に休刊するまでの20年間ぐらいこれをね、やられていたということですね。ああ、して2000年にはたけしの誰でもピカソというテレビ東京にもゲスト出演も、されているということで、さらにですね、著作についてはいろいろ出されているんですが、今日実際この会場にですね、持ってきていただいてますので、その一部ですね、作品の一部だと思うんですが、ご紹介させていただきたいと思います。まず古い順で言えばどうですかね。そう、古いって言えばこれ、一番最初にまだ私サラリーマンをやってた頃、SOS という、地球はおかしいぞと。いまだに同じことやってるんですけどね。警告を発してる。これ、会社員をされながらやってる時。はぁ、出されてるんですね。銀座で昭和早々個展を2年続けてやりました。すごいですね。それが最初なんですね。そ, その時作った時事出版本です。パラパラってこう、作ったやつですね。これは、何年に1970年かな。69か70年ですね。もうベトナム戦争、もう華やかにし頃っていうんですか。すごいなぁ。ねえ、いろいろ。はい。失礼ですが、現在のお年は39年生まれであれば83歳。じゃあこの最初の作品は 何歳後ですかね。33か。ああ、30代まだ前半だった時代なんですね。はい。はい、これが一番最初の作品。そうですね。次に出されたのが次っていうか、いろいろやりましたけども、パロディって何なのさっていう本ですね。
これは私の作品とか、パロディの他の作品も紹介しながら、要するにパロディっていうのは、こういうもんだぜっていうなことをね、書いた本ですね。ここに裁判の記録も最後の方に全部入れます。ああ、そうですね。はい。後から、裁判のことについてはですね、お聞きしたいと思います。ね、はい、うん。そして、3番目というか、はい、フォーカス。ああ、これがね。まあ、ずっと連載、はい、これが。フォーカスはこういう形で出ていました。休刊、休刊とか、廃刊みたいになってましたけどね。はい。これにいつも載せられてたんですよね。創刊から廃刊まで、全部、この一番最後のページをね。あはは。これなんですよ。この最後のページをずっと受け持って、ね、書かれてやりましたね。すごいですね。これは僕は見てました。で、その一冊の本にまとめたのが、これですね。ああ、それ一冊にまとめた、あれがあるんですね。うわ、それ素晴らしいですね。まあ、傑作選っていうことでね。はい。はい。こういう形でですね。うん、はい。まあ、いろいろ出しましたけども。そうですね。さらにまだ持ってきていただいてるやつもね。2012年ですから、これ、ここにあるように原発のからくりっていうタイトルなんですが、例の福島の原発の事故があった翌年、これを発刊しました。発行したんですが、最初に書店に並んで売れ行き良かったんですよ。あ、そうですか。そう、うんうんうん、それで再販だって喜んでた、うんうん、パタッと止まりました。あら、何があったんですよ。いろいろとここで言っちゃっていいんでしょうかね。要するに、大手の取り次ぎが、どこからか、はい、まあ、お達しがあったんでしょ。原発のことを悪く茶化したりするのはけしからん。取り扱いやめろ、と言ったらしい、らしいですね。それでパタッと止まりました。在庫がありますので注文してください。はい、まあ、それは冗談ですけど。はい、まあ、とにかく、ひどかったですね。やっぱりね、パロディ作品を通じて権力を風刺するっていうのがね、天野さんの作風でありますのでね、やっぱ権力批判の部分に関しては風向きがね、いろいろ風当たりだ、ね、ひどかったりね、あったんでしょうね、はい、それの一つが裁判でもあるということですが、それで2000、これは何年だったかな、5年かな、はい、これはちょっと12年だから、ちょっとその前ですね。はい。この、リコール小泉ドン一郎。うん、純一郎じゃなくて、ドン一郎っていう名前の、茶菓子の本をまた出しましてね。はい。で、これを。この中の作品の一つが、この中の作品じゃなくて、まあ、実は、他に日刊現代っていうね、はい、そこに作品を載せたら、自民党の、当時幹事長、うんうん、なんと最近亡くなりました安倍元総理、当時幹事長でしたよ、うんうん、幹事長の名前で私宛に内容証明の通告書、通告書ですか、来ましたよ。警告というか、まあ警告ですね、まあ、少しちょっと要するに何を考えてんだと思うし、脅し的ですよね。脅しですよ。でもそれは参議院選の、うん、もう選挙始まる時ポスターを茶化した。ああ、だからですね、そういうの、ね。これちょっと見ていただきたいんですよね。これ元の参議院選の自民党のポスターは、この国を思い、この国を作る。で、小泉氏、純一郎。という、これがポスターだった。で、私は、ね、何言ってんだと。おかしいんじゃないのって。米国を思い、この属国を作る、うんうんうん、これ正しく添削をして差し上げたのが正しくないらしいんですよ。うん、何をねじ曲げて、からすればですね、茶化し上がってと。それで安倍君からお叱りの通告書、はあ、それも自民党の顧問弁護士付きの連名でできましたよ。正式なやつですね。正式です。はあ、今でも大臣に取ってありますよ。ああ、取って持っておられるんですね。ね、ということでね、天敵ですね、安倍幹事長とはね。はい。うん、まあそんな事件がいろいろありました。そうですね。はい。で、裁判については、この後作品を紹介していただいてからですね。はい、そうですね。お願いしたいと思いますが、はい、展示会、
マドワマノさんのですね、展示会で展示される作品のいくつかを紹介させていただきます。で、その作品紹介をする前に、まず最初にですね、後ろにあるこのやつのね、説明をお願いいたします。そうですね。はい。ご覧になってわかるように、日本列島らしきものと、アジアの地図、ロシアとか、はい、サウスコリアとか、はい、チャイナね、はいはい、台湾、はい。これよく見てください。あ、面白い。これ沖縄にしました。沖縄が大きくなってるんですね。で、ジャパン、本州は沖縄の位置にすり替えたと。ああ、これは、でもどういう意味を持たせておられるんですか？これはね、本州の人間は、もう本当に沖縄の立場になって考えたことがあるのかと。ああ、そうですね。私は言いたいです。問題提起されてるんですね。で、本州がこのくらいの小さで、差で、うん、台湾とかチャイナに囲まれている。うん、ところが沖縄は力があって、うん、これだけの大きさがあるというふうに見た場合にですね、沖縄に対する考えがかなりインパクトありますね。と思うんですよね。はい。僕、パッと最初に見たとき気づかなかったんですよ。ああ、地図を置いていただいてるんだなと思ったんですね。だからこれは沖縄、深い意味が。沖縄県民の方にも見て考えて感じてほしいし、本当ですね。何を隠そう、この本州の人間は、こういうふうに逆転するってことは、ね、考えたことないと思うんですよ。相手の立場に立って物事を考えるっていうね、そう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 、一番大事なことがね、だと思うんですよね、受け落ちてますよね。で、それを何も言わずにこう地図を描いただけで、はい、描いたことによってね、ですよね、いろんな意味が出てくるという、はい、通常のパロディ作戦作品とは違って、うん、それほどこういろいろなあれをしてないんですが、そうですね、この地図をね、はい、入れ替えて大小を変えるだけでこれほどの大きなインパクトというかね、になるわけですね。いやー、素晴らしいなと思いますね、この作品ね。はい、ありがとうございます。それでは続いてですね、個々のパロディ作品を紹介していただきます。よろしくお願いします。まあ今タイミングがいいですから、自民党のやっぱり最初これでいきましょうかね。なんといっても私にとっては天敵の、安倍君ですね。安倍総理が、これですね、遺影になってますね、うんうんうん、しかし遺影をシュレッダーにかけてという、ご存知でしょうかね、有名なほらイギリスの画家がいるんですよ、はあ、その作家画家はオークションに出した自分の作品が突然シュレッダーにかかったっていう有名な事件ですよ。そうですか、うん、それ僕は知りませんでした。アートの世界では特に世界中で売れてる、これはつい最近の国葬をテーマに、で、これはその作家とは関係なく私の作品で、はいはい、国葬をテーマにして、で、一番新しい一番作品で、まだどこにも発表してない。わお、これは未公開の未公開。わお、で、安倍総理の家用が突如としてこう下がってきて、あ、本当だ、で、下の下部分がシュレッダーにかかっちゃうという、あ、だから、その事件を思い浮かべていただけると、はい、笑いも倍化するんですね。で、なんとその、いや、なんとも言えませんね、額の中にどっかのマークが、教会のマークが出てくると。ある教会ですね。で、最大の問題、菅元総理と、はい、現岸田総理が、はい、両端で支えているとね。オークションやってると。はい、オークション。まあ、根はつかないと思いますけどね。まあ、こんな作品を作ったりですね。これを消すのは。これで、はい。ここで。はい、そうですね。ね、はい。そうですね。はい、今のは第1番目の作品で、まだ未公開の最新の作品をですね、ご紹介していただきました。はい、で、私は結構、デザイン的なものも好きなもんですから、うんうん、国連のマークっていうのは昔から私、あれはまがいものだと、おかしいと思ってるんですね。で、よーく見てたら、国連っていうのは世界地図になってますけども、これ、よく、雲の巣に見えちゃうんですよ、私には。それで雲がぐーっと下がってくるというね。まあ、国連の世界って、うん、雲の巣みたいなもんじゃないですかね。まあ、国連センターの土地をね、そうそうそう、著名な ね、金融資本家が提供したという話もありますね。そうですからね。
はい、まあそんなことで、ぜひ見る人が考えていただくというね。うん、いや、やっぱり、才能が終わりだなっていうのは、伊達に東京芸術大学美術学部卒でもないですね。そう、そうでしょうか。小さい時からそういう絵心と言いますか、うん、そういうのは。そうですね。まあ、絵心っていうほどではないけど、親父が日用画家の、まあ、アーティスト。ああ、書かれてたんですね。建築会社の社員だったんですけども、もともと昔の美術学校を受験して、見事落ちちゃったらしいんですけども、でもね、デザイナーになりたかった人、うん、ああ、それを継がれたんですね、夢を。絵をずらっと描いてましたね。絵とか彫刻とかね。やっぱりそういう家庭環境もあったんですね。いや、絶対あったと思います。まあ、そんなことでね。はい。それで3番目の作品ですね。3番目ですね。先ほどご紹介しましたが、古典の。はいはい。あ、これの、あれになってるね。DM ご覧入れましたね。はい、はい、これになってるやつを。それが今、はい、出てこれの。今回の古典のテーマは、はい、人類は、進化しているかっていうことを、まあ、通ってるということなんですね。はい、この展示会のこれですね、テーマですね。はい。まあ、一般の私たちっていうのは、科学も医学も進んで、人類は進化してると思ってると思うんですよね。うん、でも私にとっては、退化してるかもということでね、うん。それで人類は進化してるのかってこう問いかけてるわけですよね。猿から人間になっていってる。で、有名な進化論の絵で、猿から原始人、それで人間に、現代人に変わっていく有名な絵があるわけですよ。それを使いながら、最後に、なんていうんですか、武器を持った兵隊が、まあ戦争に向かって歩いていると。バスーカ砲を構えてますよね。バスーカ砲ね。で、これ。で、その後。下に、かわいい、アヒルの。そうですね。カルガモの親子って、あ、カルガモなんだ。よくニュースなんかで見ますよね。はいはい。仲良く家族がね。はい。で、その家族の仲良さ、いいところが、人間は本当なのかいいなと。うん。それで、その次の作品が、人類は退化してるかもしれないぞと。で、まあ、次のやつですか？次のやつね。あ、最初が人類は進化しているかっていうやつですね。しているかということだね。で、これの姉妹編で、姉妹編で後編って言いますかね。後編ね。が人類は退化しているかも。ああ、それでこういう図になるわけですか。それで穴に兵隊が落っこってると。はい。それからカルガモの母親がびっくりしてるっていう。びっくりして飛び上がってますね。あ、まあこれ。そこが変わってますね。ですからまあ、こういう作品を見た皆さん方が、穴に本当に落ちるかどうかをね。いや、本当ですね。見定めてほしいという作品ですね。今も戦火が続いてますのでね。本当に人類が進歩しているとは言えないですね。そうですよね。次の作品はですね、これはね、まあ、ホルスタインという乳牛をテーマにした作品で、ホルスタインの黒いパターン。これよく見てください。これは北米大陸、南米、それからアフリカ、うんうん、まあヨーロッパとロシアと。で、日本がお尻の方にちっちゃくありますね。あ、世界地図になってるんだ、牛の体が。で、世界地図のみならず、餌を、牧草を食べて、まあピースというね、はい、文字になってますけどね。うんうん、ま、部屋を食べると、後ろの方の、うんこが、わーわーっていう戦争になってる。戦争になってる。まあそういう、あ、まあ、これが本当にエコロジーなのかしら、ということでね、作った作品ですね。なかなかですね、これね。それから、はい、まあ、カラスが飛んでるイラストなんですけどね。はい、なぜかカラスがぐずぐずっと集まったらこのハート型になっちゃったというね、うん、ハートじゃなくてカラス、ね、うん、カラスは本当の平和っていうことを知ってるんじゃないかなという、うん、まあうがった見方をしたり、はい、まあ、こんな作品ですね、今では8作目かな、はい、ね、あとはですね、今日本は
アジアからのいろんな観光客だとか、はい、あるいはまあ移民といったらいいんでしょうかね、増えてますよね。そうですね、まあ、特定の国の名前を出したくないんですが、うん、なんと皇居前に、横浜にあるなんとかがいたらしいんですよ。それが、二重橋の前にできちゃったと、うん、それで退去して お隣の国からみんなが来てるという、あ、そういう作品なんですね。まあね、見る人が見るとちょっと大変だなと、日本という国もね、うんという作品ですね、はい。あとはですね、これはもう見ればお分かりの通りで、お隣の金正恩さんが、ミサイルの実験やりますわね。はいはいはい、最近もね、何度もだったら日本もやろうじゃないかってんで声を上げたのが岡本太郎さんの、昔の大阪万博で会場に作られた太陽の塔。太陽の塔ですね。これが突然ボーンと飛んでいくという。はあ、で太郎さんの名言がありますよね。あの芸術は爆発だっていう。ああそうですよね。はい。まあそれをちょっとね、もじって作った作品ですね、うん、これも本当に目を引くなんかね面白い作品ですね。あと平和ということで言えば、左側があのロシアの赤の広場の ね横に立ってる ね波で、右側はあの ディズニーランドの夜景です、うん、あだから米ソ、ますね、米ソがとてもよく似たようなね。確かにこう並べるとですね。ね、似てるでしょ。はいはい。だから本当に米ソっていうのはいがみ合ってんのかしらと。うん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 、ね、実は仲良くすれば、うん、It's a small ね、うん、ワールドなんだよと、うん、言ったような平和を込めた作品ということで。うん、まあ冷戦時代も一度も戦ったことはないんですよね、直接。米ソ冷戦と言いつつもね。はいはい。あの武器で戦うことはなかったんですけどね。ただ今ウクライナを通じてね、間接的な代理戦争がね、ウクライナは微妙ですね、はい、そういう側面もありますけどね、はい、まあ、こんな作品を作ったりしてますね、はい、あともう一つぐらいいきますか、はい、いやせっかくですからね、おこれも砲丸投げの選手ですけども、よく見るとこれダイナマイトの頭がですね、そうですね、まあ戦争と平和っていうものがね、はい、表裏一体だということですよね、はい、これは私結構好きな作品でして、同じ蜘蛛の巣でも、うんうん、先ほど国連のがありましたけどね、蜘蛛の巣が音楽の五線譜のように見えたんですね。それで音符、つまり音楽でおびき出してこの蝶々を食ってしまうという、うんうん、まあそういう作品なんですね。何とも言えませんね、これね。だから蜘蛛の巣だけ見て、ああこんなとこに蜘蛛があって困ったってんじゃなくて、はい、こういう発想をしてくださいよと、うん、あえて申し上げたいというね、ことですよね。はい、そうですね。あと1点ぐらいいきますか。はい、まだ大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、これは何だったかな。んこれはね、今話題の、そうですね、ある宗教。なんとか教会の、統一滝宗教、ね、うん。で、滝本で、滝つぼで、なんか、はい、呪文の唱えてる人がいますね。そうですね。まあ、岸田首相、そうですね、菅さん、森さん、はい、竹中さん。で後ろの方になんか麻生太郎さんが、はい、理屈じゃねえんだよって有名なことをね言ってますね。国葬関係で言いましたね、はい、まあでもう一人が、うん、先ほども出たこの子ですね、はい、安倍さんですね、うん、亡くなられた家々が出てますね、そういうことですね、うん、まあこういう作品を作るんで、また岸田内閣から通告書が来るかもしれないとまあ困ったもんですよね。うん、あとどれがいいかな。うん、ちょっと待ってくださいね。はい、皇居前って言えば皇居前に、うん、太陽熱の
エネルギーに。え、こんなにいっぱいありましたえ、ありました。それは知らなかったですね。知らない。木村先生もノリがいいから。これはあの冗談で作った。あ、そりゃそうだ。実際にはないですね。実際にはないんですけどね。はいはい、なんかそういう時代が来るかもね。知りませんね。ということで、まあ、パロディっていうのは結構、想像力をね、たくましくすると、うん、とんでもない世界が生まれるっていうことで、これ最後にお見せしますが、これは。それはちょっとあれですけどね、はい、そのままで説明していただいたら。これも出ないか。はい、だからそのままで説明してください。これはウォールストリートっていうタイトルなんですけども、はい、まあ、壁のあるところをいろんなシチュエーションを作って、38度線の壁だとか、うん、あるいは昔のベルリンの壁だとか、はい、それからメキシコとアメリカの国境の、壁、まあそういう絵がずっと入ってまして、うん、で、まあ、一番トランプさんがね、で、はい、一番この絵の手前の方にちょっと当時話題になった人物たちがいろいろと登場してますんで、作品をゆっくり見ていただきたいなと思ってますね。はい。はい。はい、まあ、ね、他にも本当、キリがないぐらいね、あの作品はお持ちなんですが、はい、一応今の、ね、形 で、 で、ね、はい、作品紹介は終わらせていただきます。はい。はい、それで、先ほど少し話題にも、はい、出ていましたけれども、まあ、選挙のポスターを変えたパロディーが、安倍さんからの、こう、正式な通告書があったという話もありますが、作品をめぐって、パロディー裁判という、ね、訴訟もあったということで、そうですね、はい、この間の経緯について少しお話をですね。まあ、だいぶ昔の話なんですけどね。1970年にこの自費出版でこれ出した、先ほどご説明しました、はい、SOS、はい、これに収録した作品を、はい、何年か1年2年か後に週刊現代で特集を組んでくれましてね、はいはい、パロディの作品のね、そこにこれが掲載されて、はい、でそれを見た元の写真家から私宛に弁護士を通じて、はい、法に訴えるぞと、うんうん、いうことがありまして、はい、それ以来裁判沙汰になったという、で先生16年間やりましたよ。16年間ですかまあ長いわね。まあ長いですね、16年という。まあ言っときますけど民事ですから、有罪になっても刑務所に入ることはないんですけども、うん、しかし16年間、まあその都度法廷に行ったり行かなかったり、まあいろいろありましたよ。はい。それで私は途中でこんな作品を作っちゃったんですね。これはまあ後でアップで見ていただけます。はい。これが私がスキーをやっていて、でこちらは原告の写真家、はい、このゲレンデの下の方でぶつかっちゃってるという、うん、裁判そのものをまた皮肉っちゃったというね。うんうん、まあ写真家、訴えた写真家から見たら、まあマッダーマナというのはとんでもないやつだということだったと思いますね。まあ、先ほど の、 あの裁判については、東京地裁、高裁、最高裁まで行って、そうなんですよ、最終的には和解にはなったと、うん、そうですね、で一審の地方裁判所では私が負けて、原告の勝利でね、で高等裁判所ではパロディだから、はい、盗作ではないという、で逆転しました、無罪ですよね。で最高裁までは行ったんですが、まあ和解によってと、まあ、先方が控訴して、はい、それで戻って高裁の判断の時に、まあ和解調停なんですが、はい、10万円私が慰謝料を払う、うんうんうん、ということで、まあ払いたくはなかったんですが、まあ、まあ16年続きましたからね、はい、まあこの辺で手を打とうかというんで、一応和解調停ということにはなりました、はい、ただここで一番言っておきたいのは、この裁判があったがためにパロディはもうご法度という時代が来たのと同時に、あ、自粛も不明ね、それとジャーナリズムの世界でも政治を批判するっていうことは、まかり
ならん。そういう風潮がですね。これが風潮というよりももう自民党政権ですね。うんうん、が完全にそれにシフトを変えまして。ですから私がやったことが、まあ、引き金になってしまったと。だからもちろん、パロディというのはもう本当に先細りもいいところでね。ほとんどの、今まではテレビ局だとか、雑誌社からもお声がかかったんですよ、それまでは。それが一切なくなりました。今はね、そういう状況になってるんですね。ひどいですよ。はい。それで少し、高裁判決の要旨を、お伝えしたいと思います。はい、これは、的天野さんの主張をね、かなり認めた、はい、結論だったんですが、箇条書きで、ご紹介させていただきます。天野作品は、パロディーと言える著作物であって、氷説ではないと。天野による白川写真の利用法は独自の著作目的に適合する形での接録引用にあたり、客観的に正当な範囲の自由利用、まあ、フェアユースとして許されると。表現の自由を尊重するならば、写真の一部が改変されても白川において受任すべき。最後に、カレンダーに表記されていない著作者を調査してまで表示する必要はないと。ここで出てる白川さんというのは原告の方ですね。そういうことですね。白川は何とおっしゃる？吉和さん。吉和さんという方ですね。で、何をされている？山岳写真家として、活躍されてましたね。まあそういうことで、中にあるカレンダーっていうのは私が、はい、使った元の商業的な写真の元がカレンダーだったんですね、はい、でそこには著作者写真家の名前がない、はい、匿名で白川さんは自分の作品を発表させていたわけです、うん、だから私に言わせれば作品の著作権にもし万一、うん、違反したとしても作家のね名誉毀損はしていないと、うんうんうん、だって本人自ら名誉はね、はい、関係なくお金だけいただきますよと、うん、平たく言えばね、うん、だからそうでしょ、有名な作家でピカソだとか、はい、岡本太郎だって自分の作品にサインを入れますよ、うん、それが作家のね、はい、まあ、義務であり権利、うんうん、権利です。はい、だけど写真の世界ってほら使ってもらってくれてお金入ればいいんですよっていう世界もあるわけです、うん、だからそれは否定するものではないけれども、うん、名前も出さないで発表したものを自分の作品が汚されたというのはお門違いだということも、うん、高等裁判所はそれを暗に、ね、理解してくれたということですよね。そうですよね。ただ本当最近著作権侵害もそうですけど名誉毀損罪のこう賠償額がかなり限度が上がってきてですね、そういう意味ではその政治家起業家のこうスキャンダルを追及したり少しそれを揶揄するようなことさえはばかれるような状況が生まれているということですよね。そうですね、はい、それは大きな問題だと思います。そうですね、だからテレビ新聞でもその企業批判がタブーになっているとかですね。そうですね。政党批判、政治家批判もね、しにくい状況が生まれているっていうのが今もあると思いますよね。やはりね、我が国っていうか日本は特に風刺、要するに笑いによって権力を批判するというね、うんうんうん、これ江戸時代にはありましたけども、はい、でももう今日の日本という国はとにかくその笑いによる批評っていうのは許さないと。そうですね。もうそういうことですね。本当に数少ないですよね。ね、例えばニュースペーパーとかね。ザ・ニュースペーパーね、コント集団ね。はい、そこから一人芝居で今やられてる。ねえ、松本ひろさん。さんです、ね、素晴らしいんですが、そうテレビではなかなかね。もう無理です。もう応援されないという状況ですよね。そう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 。欧米ではもっと出てると思いますけれどもね。まあでもさすがに既存のメディアではあんまり出ませんね。ああやっぱり厳しくなってるんですね。で結局ね何が言いたいかというと権力っていうのは、
あの、茶化されるっていうのはものすごくね、辛いものがあるんですよ。理屈じゃないから。だからまともに理屈で返すと、何言ってんだって、一般大衆が笑っちゃうわけですよ。だから一番権力側にとっては怖い敵といいますかね、武器ですよね。ね、笑いを、ね、うん、武器にしてるわけですもんね。そうそうそう、はい、うん。だから、ね、最近ほら、あの統一教会から支援を受けた議員さんが、はいはい、散々今叩かれてますよ。まあそうですね。名前山際さんって言ったから、はい、そうです、まあ名前言っちゃっていいのか。いやもう、うん、あの、ね、辞任を発表されましたもんね。そうそうそう、山際じゃなくて瀬戸際だって言って、あ、ね、そういうあの、はいはい、ツイッターなんかが出て、はい、出てますよね。あれは一種の茶化しなんです。はいはい、そうですね。ね、山際がね、あの瀬戸際だって言ってね。はい、の方うまいんですよ、はい、でもそれを言われた方は辛いんですよね。まあまあそうなんですよね、はい、答えますよね、はい、ただそれは庶民側の武器でもありますのでね。そうもう昔からですね、うん、まあ、川柳もそうだったと思いますし ね、 ういうすね、うん、はい、非常に重要な、そうそうそう、あの芸術分野だと、ね、あの、うん、思います、はい、で、まあ、はい、今回これまでの作品を、改めて、はい、展示会をされるということで、2022年、11月の1日、ね、1日からもうすぐですね。もうすぐですよ。はい、13日まで、ね、時間は11時から夜の7時、19時までで、ギャラリー&クラフト社森で、東京都豊島区の、巣鴨ですね。そうですね。で、巣鴨駅の南口から、歩いて4分。そうなんです。ということですね。はい、ぜひ皆さんにもですね、行って作品を見ていただきたいと思いますし、あの先ほど紹介された、いろんなあの作品、著作集ですね、これもぜひまだあの手に入るやつがね、あのかなりあると思いますので、あの手に取って見ていただければと思います。うん、で、また天野さんにはこれからもですね、はい、新しい作品、先ほどの未公開のも紹介していただきましたが、さらにあの次々とですね、そうですね、素晴らしい作品を生み出していただきたいと思いますし、はい、ISF にもね、また素晴らしい作品を時々寄せていただけたらありがたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。こちらこそ、はい、今日は本当にあの貴重な時間、作品紹介も含めてありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人、団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は、下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なお、ご支援いただいた方には、IS 通信の送付、ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など、ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報は、ゆうちょ銀行、振替口座、01780-717-3449、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。